照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの18回戦です。まずはスワローズの先発清水が神宮球場のマウンドに上がります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。初球ボール。さあ2球目は何か。見送ります。ボール先行です。見ましたが、これはストライク。ここはバッターの狙っているボールを読めるかどうかですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。西浦、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには近本。まあここはエンドランで来る可能性もあるかもしれませんね。ええ、さあ仕掛けてくるでしょうか。牽制セーフ。空振りになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあ打ちました。痛烈な打球、伸びていく、入った、ホームラン。先制のツーランホームランです。タイガース、これで4試合連続のホームラン。スワローズ先制を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。結局ライナーでスタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。バッターはバース。前回のゲームではなんと4本のホームランを放っています。しかしホームランばかり固めて打ちましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。スワローズ初回から先制点打ちました。これもいったか、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。3対0。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー掛布。昨日はなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。いやー本当に大爆発でしたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。スワローズ初回から相手打線に捕まっています。ストライクになります。ワンボールツーストライク。引っ張った、畠山一塁、そのまま入ってアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど。バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。打った、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。4対0。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターはオマリー。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、スワローズこの回先制点を与えています。インサイド変化球決まっています。真ん中です。ノーボールツーストライクです。打った、ライトに大きな打球、
ライト下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには真由美入ります。さあ追加点は許したくないところ。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。初球ボール球です。これは手が出ないか、ストライクを取ります。さあ3球目は何か、インサイドファウルボールです。ここはスライダーを続けてもいいかもしれませんよね。ドカーンと大きな当たりです。高く上がって入った、ツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。8番バッターはキャッチャー梅野。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。スワローズ先制点を許す形となっています。次が3球目。3球目外れました。これが4球目。ツーボールツーストライクです。インコース詰まりました。西浦が掴んでツーアウト。バッターはピッチャーの桑田。ツーアウトになっています。これが1球目。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース圧巻のホームラン攻勢でした。6対0、はい、これから2回タイガースの攻撃。さあバッターは新庄。ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。いやちょっとヒヤッとしましたね、ピッチャーの代わりっぱなは狙われてます。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。センター掴んでワンアウト。バッターは2番近本。先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。いやあのホームランは痛かったですよね。打ちました。この当たりはどうか、右中間真ん中破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました。外れていきます。ボール先行です。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割2分4厘となっています。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。スワローズ追加点を許します。8対0、クリーンアップに一発を浴びてしまいました。打順は4番掛布。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。ボールになります。打ちました。これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには5番八木。先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ヒットでランナーを二塁に置いています。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が入った、ホームラン、
ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。10対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。6番バッターオマリー、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。センター深いところを破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。まず変化球を見せてきました。高め打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。11対0。スワローズなおもピンチです。外際どい球ボールになります。打ちました。いい打球だ。レフト追う、センター追う。ぐんぐん打球が伸び、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。これがチーム7本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。13対0。ここで悔しい一発を浴びています。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の梅野。ピッチャーに打順が回って先発の桑田バッターボックスに入ります。ここは雑なピッチングにならないようにしたいですね。そうですね。次が2球目。タイミングややずれています。ノーボールツーストライク。変化球空振り。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。打ちました。いい当たりだ。高く上がった。突き刺さった。ソロホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。14対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には2番バッター近本。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。外の低めです。151キロ。打ちました。ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。1塁牽制球。1塁はセーフ。これが初球。打ちました。山田1塁送球。1塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。14対0。タイガースのリード。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ない。打ちました。いい打球だ。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸び入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。15対0。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。5番バッター八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、今日はバッティング。これも初球打ち。これは大きい。伸びていく。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。打ちました。取った。一塁送球。アウト。ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。
まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチング。初球打ち、スタンド一直線、センター入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。スワローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番梅野、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、打った、取りました。ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが、先発の桑田バッターボックスです。まあピッチャーの打席なんできっちりアウトを取りたいですね。そうですね。打った、山田取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。打順は1番に帰ります。バッター新庄、前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方を考えたいですよね。そうですね。そういった打った高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。2番バッター近本、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。打ちました、浅いフライ、ストレートに詰まってワンアウトとなっています。3番バッターバース、今日は2本のホームランを放っています。ワンアウトになっています。打ち上げました、これは浅いフライ、ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたがツーアウトとなっています。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ツーアウトになっています。これはこれはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。打ちました、これは大きい、伸びていく、どうか、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。打ちました、高い打球、レフトが追いかける、追いかける、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。力のあるストレートですよね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。あっという間に2ストライクです。一塁線、畠山抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がって、これから5回タイガースの里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられるか注目です。落とすボールで空振りを取りました。体に近いところ、いきなりトップバッターを歩かせました。8番バッター梅野、今日はホームランを放っています。フォアボールのランナーが出ています。セーフ、もう一球牽制球、一塁はセーフ、際どいコースに送ってストライク。
一塁牽制セーフ。引っ張った。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。レフトが取りました。バッターは桑田。ワンアウトになっています。最初は変化球できました。ストライクです。引っ張った。このフライはヒットになりそうだ。掴んでツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そうですか。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。引っ張った。サード取った。一塁送球します。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。神宮球場からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、2番バッター近本、今日はホームランを放っています。スワローズ厳しい展開で6回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。打ちました。積極的に行きましたがライトライナーに倒れています。ワンアウトです。バッターボックスは3番バース、今日は2本のホームランを放っています。打った。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには4番掛布、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。これも初球打ち。山田掴んで一塁アウト。バッターボックスは5番八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ツーアウトランナーありません。2球目は何で来るか。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは6番オマリー。初球ボール。いいところに決めましたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。打ちました。伸びていく。積極的に行きましたが最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんでこれ以上失点すると相当厳しい展開になりますね。そうですよね、しのぎ切りたいこの状況です。いい当たり。レフト下がっていく、下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは8番梅野。打ちました。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。ファウルです。今のファウルの感じだと変化球を狙っていたかもしれませんよね。これもファウル。さあ4球目は何か。インサイド落ちました。
この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これで3連打、ノーアウトランナー2塁1塁。打順はトップに帰って新庄、今日は2本のホームランを放っています。ランナー2塁1塁、しかもノーアウトです。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎです。打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。スワローズなおも三塁二塁のピンチです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。そうです。初球打ち、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。スワローズなおもピンチです。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは、さあマウンドを任されたのは市川、今シーズン17試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。インサイド落ちました、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。スワローズもうこれ以上点はやれません。4番バッター掛布、タイガースこの回7人目のバッターになります。さあ初球は何か、打った、ライトバックバックバックする、フェンス直撃、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これで7連打、ノーアウトランナー三塁二塁。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。打ちました、これはどうだ、ボールを拾って一塁へ送ります。アウト、ここは送球が間に合っています。バッターボックスオマリー、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席打った、スタンド一直線、文句だ、入った、スリーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした、体の近く引っ張られた当たりはスタンドへの特大アーチとなってしまいました。スワローズ追加点を許します。さあバッターは真由美、ここで安打が出ればシーズン最多安打記録に並びます。初球空振りです、これが2球目。打ち上げた、この打球はフライになっています。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。バッターボックス梅野、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁。バッターは今日の先発ピッチャー桑田、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。スワローズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります、バッター新庄、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。落としてきましたがこれは外れます。打ちました、ここはフライになっています。山田が抑えて3アウト。これから8回タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは近藤、昨日に続いての連投となります。初球ストライク、打った、取りました。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスバース、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、打ちました、痛烈、切れました、ファールボールです。
ボール。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。痛烈、切れました。ファールボール。ワンボールツーストライクです。打ちました。この打球はフライになっています。山田抑えてワンアウト。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトになっています。一塁はセーフ。一塁牽制セーフ。初球は何で来るか。初球大きく外れています。痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。相手主砲の一振りでした。バッターボックス八木。打ちました。高く上がった、頭上ぐんぐんだ、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは6番オマリー。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、さあ2球目は何か。膝元への変化球、ノーボールツーストライクです。この打球は、これはファウルになりそうです。ファウルになります。落ちるボールは、これは外れています。高めちょっと外れたか、平行カウント。打った、高く上がった、ぐんぐん打球は伸びている、伸びて入った、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは7番真由美。今日は盗塁を決めています。打ちました、高く上がった、頭上ぐんぐんだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を達成。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。打席には8番バッター梅野。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターに、これも初球打ち、これは大きい、伸びていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで5連打、ワンアウトランナー2塁となりました。さあバッターボックスには先発の桑田入ります。まあここまで好投してるんで、やはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、取った、一塁へ、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って新庄。今日は2本のホームランを放っています。ツーアウトになっています。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、三塁を待っていく、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。スワローズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは2番近本。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。バッターの近本、今シーズン得点圏での打率は5割4分1厘。3球目打ちました、ライン際を破りました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット。スワローズなおもピンチです。バッターは3番バース。
初球打ち取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。3球目は何で来るか。インサイド、打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。バッターは5番八木。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、まずはワンアウトを取っています。ボールカウントはノーボールワンストライクです。打ちました、取った。一塁送球アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打席には6番バッターオマリー。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びて打ちました。これもいったか。大きな打球になった、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。打席には7番バッター真由美。先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、引っ張った、大引き、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。